島区共同代表近藤恵子さんお願いします。皆さんこんにちは。女性と人権全国ネットワークの近藤と申します。女性と人権全国ネットワークは女性や子ども、社会的なマイノリティと呼ばれている人々の人権の確立のためにさまざまな活動を展開しております。で、私自身は DV や性暴力、性虐待といった暴力被害に苦しむ女性や子どもたちの支援現場で活動を続けてまいりました。第2次安倍政権以降、この社会は暴力的な傾向を一挙に加速させました。理不尽な暴力支配によって命を奪われる、人生を絶たれる、そういう女性や子どもたちの数が増え続けています。安保法制に舵を切り、最大の暴力としての戦争を推進する安倍内閣、共謀罪を強行採決し、人々の心の自由を踏みにじり、人々の意見を圧殺しようとする安倍内閣の下で、暴力的な傾向が、踏みとどまることなくですね、一気に加速していくのは、これは当然のことではないかと私たちは思っています。支援現場で目にする暴力被害の実態は、この地域、社会、学校、家庭、ありとあらゆるところが今や紛争化、戦時下になっているという様相を呈しています。で、私たちは暴力の根絶を目指して、つまり人と人、グループとグループ、民族と民族、国と国、ありとあらゆる関係の中から暴力支配をなくするということこそが21世紀に生きる人類の課題であり、政治課題として最重要なものだと思っています。私たちは安保法制を廃止することができます。私たちは共謀罪を廃止することができます。私たちは私たちの戦いによってこそ悪法を作り変えることができます。ぜひ暴力の根絶に向けてご一緒に戦ってまいりましょう。ありがとうございます。近藤さん、ありがとうございます。